くぐってみたけんやってみて。やあスライムくん、前回のパートではゲストの2人と一緒に出てくるというボケ、なかなか面白かったよ。あです。そこで君に頼みたいことがあるんだ。溶岩コマーシャル。え、なんですかそれ。企画の内容としましては、よくテレビで見かけるネットコマーシャルの溶岩バージョンで考えてくれたらまあ分かりやすいと思いますが、今ここにこのワールドのゆるキャラであるスライムくんがここにいますわけですよ。そういう、スライムくんにこの溶岩に入ってもらって、入れた時間の数だけ宣伝してもらえるという、そういう画期的なシステムになっております。どんなやつ。スライムくんちょっと頑張って自分の動画でやるやつちゃうんですか。スライムくん、スライムくん、スライムくん、スライムくん。では今回のゲスト、こちらの方々、やたらゆっくりなんですけど、やたらゆっくりなんですけど、スライムボール投げてるんですけど、これ衣類だから、これ衣類の一部だから、それスライム、スライム、スライムの体の一部。親子だけ、親子のキャッチボール、ボール多め。めっちゃ多いやん。なくなってくると親子のキャッチボールは肉に変わる。親子のシュールな光景。どうやって突っ込めばいいかわからん。よし。とりあえず自己紹介お願いします。自己紹介。父親、息子に殴られてますって。じゃあこのマイクに向かってやればいいのか。そういうことにしましょうか。よし。どうも、こんにちは。いちいちそんな反響するんで設定にせんでもいいのに。はい、ウィス。父です。ニコルトですって言わんのやな。ゴロですって言わんのやな。父と息子です。というわけで、まあ、一応、父と息子のチャレンジです。はい。どんな父と息子かっていうのは、まあ、後々紹介していくとしましょう。ですね。ちょっとお母さん今日単身赴任してくる。単身赴任でいないの。ではこちらへ。あ、こっち行けばいいの。なんかすごい危険な匂いするんだけど、帰っていい。いや、挑戦してから帰ってください。とりあえず挑戦してから帰ってください。どうやって攻略するんだこれ。泳ぐのかな。めちゃくちゃ泳ぐのこれ。俺たち泳いだけダメ。防具がちょっと頑張って泳ぐ。これ、まあ、場合によっては泳ぐよね。場合によっては何。ちょっとあれやで、スケいないで。ああ、今ギリギリまでセットするの遅らせたんやもんね。なるほどね。じゃあ行きましょう、レディー。勝手に始めないで。ニコルさんが挑戦側で、ゴロがサポート側ってことで。あれが挑戦人や。そんなこと言ってない。挑戦者って言ったの。人ではない。よーし、俺がゴロをこっちからアシストしてやる。任せろ。お、オッケー。こっからスケさんを殴り殺してやるから、ゴロは避けながらまっすぐ走れ。よーし、どうやってカボチャ乗りながらスケさん倒すか今考えるわ。スライムボールを投げつけるっていうのが今一番あり得る手。死ね、スケルトン。あと、シミュレーションがめちゃくちゃできとる。いや、できてるって言ってもな、こっちからアシスト大変やで。カボチャ乗んないといけんか。ん、ちょっと待った。ん、ですね、なんでしょう。あなたが挑戦者です。サポートの方がゴロなんですけど。いや違う、こっから俺が、俺は挑戦者として息子をアシストするぐらいの気持ちで。ああ、なるほど。気持ちはね、さすがパパって感じですね。そう、こっからアシストするから、こっから最悪ゴロがあのスケさんに撃たれようもんなら、あのマグマをね、飛び越えて殴るから、あのスケさん。そして死ぬ。そして殺す。そして殺す。お、めっちゃ、いったあ、てめえ。それお前、狙われてる。パパ狙われてる。ふざけんなよ、お前。まだ始まってもないのにパパ狙われてる。てめえ。では、スタート5秒前。はい、4、3、2、1、5。よし、始まりました。ちょっと今、ゴロフライングしてたよね。待って。
してないしてない、ゴーっつったゴーっつったちゃんと待って、まあまあ最初のスケさん倒せばいいから一緒か。ゴロが矢だらけになりながらもスケルトン2体撃破。待ってね、ミコロさんがどんどん落ちてます。マウスの調子が悪しね今ね。ちなみに次のステージ、ニコロさんから緩圧板を踏まんかったら進めるように設定しとったのにゾンビが踏んでくれとるっていうね。もちろんだから今ゴロは木を切ってくれてるはずなんです。ああニコロさんギリギリのところで落ちました。ちょっとなんかマウスがやばいんだけど、今日マウス感の設定がちゃんとできてないですかね、うん、いやなんかね影モッド入れてるせいでね変な感じ。あ影モッドさすがに抜いたりはせんねやね、いちいち抜くんは。マグマが綺麗な、ちょっと待って、ね、その綺麗なマグマにシュー、あのねまずいことになってる今。どういうことでしょう。画面がめっちゃ揺れてる。重いやね、さすがに。いやさっきまで重くなかったんだけどね。よいしょ、陰謀だ、これは天からの陰謀だ。 W が反応しないんだよね。 W 前にねなかなか進みにくいってことじゃないですか。そう、なんか悪くなってる、ね、ちなみにその頃ゴロは、いや困ったねこれ。あこれまずいかもしんない。あれゴロ、これちょっとまずいかも。あれゴロ何ちょっと待ってね、設定変えてくるわ。はい、設定変えてくるわ設定変えてくるわって今から変えるん。あいやだってなんかキーボードとかマウスが悪いからちょっと設定、マウスハンドとか設定変えてる。あの基本的にマイペースが主義だから。だいぶマイペース。あーいいね、素晴らしいね。変えると挑戦中に感度変えるとか前代未聞だと思うね。僕たちはあの基本的にそういうあの時間軸にとらわれない生活を送ってきたから。なるほど、無人島生活でもうそういう時間軸にとらわれたらね生きていけなかった。ちなみにゴロ、ああもうそっち行っちゃダメだし、よいしょそっち行っちゃダメだし、そうかそういう生き方もあるんやな、覚えとこう、あとでちょっと調整しとこうってなるよ。これってああそういうあれか。めちゃくちゃゆっくり喋ってるけどどんどん進んでタイムアタックよ。よっしゃ、降りた方がいいか。もちろん。あおし、危ない危ない危ない。ああこれ後で直さなあかんところどんどん見つかってきよる。早っ、ここは早い、ここは早い、ここだけ早い。ここで、まあそこまで行ったらもうそのままゴールだけでしょう。まっすぐ、えいまっすぐ、えいまっすぐ、えいえいえい。ゆっくり、めちゃくちゃゆっくり。花束持ってんのか、花束も止まったよ。足が疲れた。ちょっと辛いじゃん。オーケー、行こう。はい、はい、ゴール。ゴール。超えたんだけど。超えましたよ。ストップウォッチ止めましたよ。タイムの方ですが、3分3秒735。超早い。早かったね。ゆっくりな割には、途中ゆっくりだった割には早いね。やったぜ。この辺とかもうなんか、新郎新婦だったよ。なんかあの、レッドカーペット渡る新郎新婦のごとくだったもん。まあ、途中マウス感度を変えてたからね。それでもこんだけ動けるってことはなかなか、いやしょうがなかった。ゲームはここまでなんで、とりあえず最後宣伝をしてもらうことにしてもらって、何か宣伝することは一個も肉が拾いません。肉のことで、宣伝よりも肉のことで頭いっぱい。あやったやった、結構一気に62とか1個でか。宣伝か。はい、このね、ニコルとドゴロとカボチャシンの3人でね。カボチャシンまでだ。カボチャシンはあんたらだ、関係ないじゃないか。あ、これママじゃね。あ、うまい。ママ買ったよ、ママ。これママ買ったよ。それで、確か、あれ、ちゃんとエプロンつけてるし、これ、こんな感じの。エプロンじゃない。そう。このママと、この2人で、実況をね、してるから。うん、見れば。ちょい出てこないから、カボチャシン刹那救助機の作ったキャラクターだから。あそうなの、出てこないの俺。出てこない、あんたがこんな感じ、こんな感じすごい似てるの。あんたが出てこんかったらどうする。あのね、9割合ってるから、この状態でほぼ見てみたいよ。逆にこんな感じの人とやってる、その人を逆に見てみたいよ。そんなに似とんだったら逆に見てみたいよ。逆に9割って1割どこが違うんだって感じ。いやまあな、1割はあれじゃない、ブリーフを履いてない。ブリーフそこ、そうなの、こいつにブリーフ履かせるなって無理だから。裸エプロンの夢だからね、ちょっとそう
こんな感じなんだけど大体。というわけで今回はこのニコルズさんとゴロで、まあ、ニャゴミ家の、父と子でちょっと挑戦していただきましたが、どんな感じでした？あ、本当に後半と前半の余裕が違うというか、なんていうかね前半結構落ちよったもんね。ああいうの緩急って言うんだろうね。緩急のつもりで作ったんちゃうけどね、プロ野球選手じゃないからね。あれ緩急ついたかなと。はあ、ゴロの方は緩急ついたかな。父と同じだよ、ね、ちなみにあのね、松明が近場にあってね、この服装じゃ暑いんだよ、さっきから。はははは、暑いやろ、ね、もうサウナやね。悪魔のとことかすごい暑かったから、もうちょっと汗かいて痩せてもらいたいね。葉っぱって近くだと燃えちゃうじゃん。いつ発火すんじゃねえかってずっとねヒヤヒヤしてたから。もう発火してそれで2人がヘルスミーなのよね。そうやな。はい、日焼けしないで。じゃあちょっともう焼けて人間の肉になったらまずいんで、ここで終わりで、今回ニコルさんとゴロに挑戦していただきました。次回の挑戦を待っててください。というわけで週上げ。